右上に M110、中央右に M32 を伴ったアンドロメダ銀河。アンドロメダ銀河は銀河系と同様に伴え銀河を持ち、少なくとも14個の Y 小銀河がアンドロメダ銀河の周りを公転している。最も明るく大きいものは M32 でアマチュア用の望遠鏡で見ることができる。2番目に明るく M32 に最も近いのは M110 である。 その他の銀河はより暗く、ほとんどは1970年代以降になってから発見された。2006年1月11日、アンドロメダ銀河の暗い友銀河は、アンドロメダ銀河の中心を通る一つの平面上に並んでいることが発表された。この予想外の分布は、現在の銀河形成のモデルでは明確に理解できない。友銀河の面は、おそらくは、 暗黒物質の大規模分布の後に従って、近隣の M81 銀河群の方向を指している。ここでは、アンドロメダ銀河の友銀河を発見順に並べている。アンドロメダ銀河の友銀河かどうかは、未確定赤外線で観測した、アンドロメダ銀河、スピッツァー宇宙望遠鏡からの新しい画像は、アンドロメダ銀河の過去の荒々しい姿に光を当てた。この画像は、 アンドロメダ銀河の共銀河の一つ M32 が数百万年前にアンドロメダ銀河の過剰腕の一つを破壊した様子を示していた。アンドロメダ銀河の二つの過剰腕の赤外線画像はそれらの過剰腕と明るい星形成リングが分離した構造であることやリングがこ,こに分離しているように見える穴の存在を示していた。この穴は M32 が アンドロメダ銀河の銀河円盤を突き抜けた時にできた穴だと信じられている。ありがとうございます。